どうも、石川です。はい、これより登録販売した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、四国ブロックの香川、愛媛、高知の2020年度の問21から問30までの過去問について解説をしていきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。ここからですね、第3章に入ってまいりました。いやー、痺れる問題もありますし、皆さん、頑張っていきましょうね。はい、それでは問21番です。風邪及び風邪薬に関する次の記述について、正しいものの組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。まず A です。風邪の約8割は細菌の感染が原因であるが、それ以外にウイルスの感染やということで、これ、細菌とウイルスが逆になります。何かというと、風邪の8割はウイルスが原因になってきまして、それ以外には細菌とかが考えられますよということで、風邪のほとんど、要は8割はですね、ウイルスなんだなというところを必ずつなげといてください。はい、そして B と C は正解、それから D なんですが、発熱、咳、鼻水などの症状がはっきりしている場合には、症状を効果的に緩和させるため、総合感冒薬、風邪薬を選択することが最適ですよ。違いますね。鼻水とかね、そういったはっきりしているような場合であれば、例えば鼻水が出てるだけであれば、鼻水を止めていく、咳が出てるんだったら咳を止めていくとか、そういったところで、総合感冒薬ではなく、鼻水を止める薬とか、咳を抑える薬とか、そういったものを使っていきましょうということになりますので、D は誤りということで答えは3番が正解でした。はい、では次問22番です。次のうち15歳未満の小児で水痘、水疱瘡ですね、またはインフルエンザにかかっているときは使用を避ける必要がある解熱鎮痛成分を一つ選びなさいということで、はい、こちらはですね、答えは3番が正解となります。はい、解熱鎮痛成分というところで見ていきますと、1番のアセトアミノフェン、解熱鎮痛成分ですよね。あとはですね、3番のエテンザミドが該当してくるので、じゃあここどうなのかというところでは、例えば1番のアセトアミノフェンは、これは15歳未満の小児でも使えますよね。そうですよね。なので、小児用の、解熱鎮痛薬の中に入っているのが、このアセトアミノフェンになりますので、そのようなとこでは1番が、該当してきませんし、で、3番のエテンザミドっていうところにつながっていきます。で、ちなみに、15歳未満の小児で、水疱瘡またはインフルエンザにかかっているときは使用を避けるのは、エテンザミドだけではなく、そうですよね。ちょっと、エテンザミド。それから、サリチルアミド。この二つですよね。この二つが、インフルエンザ、水疱瘡にかかっている15歳未満の小児には使うことができないものだったと思います。あとはですね、アスピリンとか、サザピリンとか、アスピリンとかではですね、15歳未満の小児に絶対に使えないやつでしたよね。はい、そんなところをですね、ぜひぜひ思い出していただきたいなと思いますので、こちらはですね、この二つ、該当してきますけど、今回は3番のエテンザミドが正解となりました。はい。では次行きましょう。問い23番です。グリチルリチン酸に関する次の記述の整合について、正しい組み合わせを選びなさいということで、はい。こちら答えは5番が正解となります。5番が正解ですね。グリチルリチン酸は、モルヒネと同じ基本構造を持つことから、鎮痛作用を、示すと考えられてますよというところで、確かにモルヒネというのは、医療用のお薬で、ガンの疼痛とかを、緩和していくのに使っていくので、鎮痛作用がありますけど、ただグリチルリチン酸は違いますね。グリチルリチン酸はそもそも抗炎症成分として、の用途となりまして、そして、グリチルリチン酸、こちらはですね、ステロイド骨格というものを、持ったりします。なので、そんなところでは、まあ、ただ、ステロイド剤ではないですよね。ステロイド剤は、確かにステロイド剤も、ステロイド骨格を持ってるんですけど、グリチルリチン酸はこのステロイド骨格というのを持ってるんですけど、まあ、ステロイド製ではなく、こちらですね、通常の抗炎症成分となりますので、ここ、間違えないようにしといてあげてください。はい。で、ちなみに、モルヒネと同じ基本構造を持っているのものは、そうですよね。コデインでしたよね。コデイン。
まあ、このあたりが該当してきますので、ちゃんとしっかりと、分けてですね、考えておいてあげてください。はい、ということで、A は誤り。それから B のこの、大丈夫でしょうか。1日の摂取量がグルチルリチン酸として 200mg、この200という数字間違いないようにしておいてくださいね。ちなみに、40mg を超えるようなものに関してはですね、添付文書に注意事項というのもありますので、グルチルリチン酸ですね。だから、40と200という数字、しっかりとここもですね、もう一度テキストなど確認して押さえておきましょう。はい、ということで5番が正解でした。では次行きましょう。問い42番です。ごめんなさいね。問い24番ですね。失礼しました。問い24番。眠気を促す薬とその配合成分に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A なんですが、抗ヒスタミン成分を主役とする催眠鎮静薬は、睡眠改善薬として、一時的な、睡眠障害の緩和に用いられるだけなく、慢性的に不眠がある人や医療機関において不眠症の診断を受けている人も対象としてますよ。違いますよね。慢性的な不眠もダメ。医療機関においての不眠症の診断を受けている人もですね、これしっかりと医療用のサポートが必要になりますので、ここですね、一時的なものに限ってきますから A は誤りとなります。B、C は正解。それから D なんですけど、ブロモバレルリン要素を含有する催眠鎮静薬には、胎児に障害を引き起こす可能性はないため、いやそんなことないんですよ。あるんですよ。なのでブロモバレルリン要素胎児にですね障害出ちゃいますよというところありますので、ここも合わせて押さえておきましょう。はい、ということで D は誤りなので答えは4番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い25番です。鎮運薬ですね。鎮運薬に配合される成分について正しいものの組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。 A は正解。それから B のメクリジンなんですけど、鎮静成分ではなくメクリジンは、抗ヒスタミン成分です。いいでしょうか。メクリジンですね、抗ヒスタミン成分、なんとかジンってつくものも、そういった抗ヒスタミン成分の特徴ちょっとありますので、ぜひぜひ、でさらにメクリジン他にもいろいろ気をつけていただきたいところありますので、ぜひぜひ、テキストなどでしっかりと確認していきましょう。はい、それからあとはですね、ジプロフィリン、D ですね。ジプロフィリンは局所麻酔成分ではなく、ジプロフィリンというのは気酸鎮系の成分となりまして、例えば気管支を拡張したりとか、あとはですね、中枢をですね、こうちょっと興奮させたりとか、そういう働きがありますので、なのでカフェインと同じ、カフェインもですね、キサンチン系成分となりますから、そのあたりで合わせて考えておきましょう。はい、ということで答えは2番が正解でした。では次行きましょう。問い26番です。風邪の症状緩和に用いられる次の漢方処方製剤のうち、抗生生薬として肝臓及び麻黄の両方を含むものの組み合わせを選びなさい。難しいですね、これも。はい、ということで答えは1番が正解です。はい、まず A と B の葛根湯、小生流湯、これ肝臓、麻黄両方含んできます。特に麻黄を含んでるのか含んでないのか特に重要です。なので、麻黄を含んでるものですね、この葛根湯、小生流湯となってきますので、このあたりもですね、間違いないようにしっかりと確認しておいていただきたいと思います。はい、ということで、こちら答えは1番が正解でした。ちなみに肝臓に関しては、肝臓という生薬、漢方薬の7割型に含まれておりますから、そのあたりも分けてしっかりと確認しておいてくださいね。はい、では、次行きましょう。問い27番ですね。鎮外巨炭薬に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A、B 正解、C なんですけど、ノスカピン、デキストロメトロファン、チペピジンは、こちらは麻薬性の鎮外成分ですよとあるんですけど、麻薬性じゃなくて、非ですよね。非麻薬性になりますから、ここですね、非麻薬性ですね。非麻薬性になります。麻薬性は、そうですよね、コデインとかに該当してきますので、C は誤りとなりますので、大丈夫でしょうか。ということで答えは2番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い28番です。口腔咽頭薬及び眼瘡薬に関する次の記述について正しいものの組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。
A なんですけど、口腔咽頭薬には、鎮外成分や、それから気管支拡張成分、そして、巨炭成分が配合されてますよとあるんですけど、はい、こちらも誤りになります。これ何かというと、ちょっとこれ難しいですね。あの、鎮外成分や、気管支拡張成分、巨炭成分、これらが配合された場合は、これは、口腔咽頭薬ではなく、鎮外巨炭の方の、お薬に分類されちゃいますので、鎮外巨炭薬の方に分類されてきますので、A は誤りとなります。はい、そして B と C は正解。それから D、クロルヘキシジンが配合された、眼瘡薬、うがい薬ですね、は、口腔内に傷やひどいたたれがある人でも強い刺激を生じることなく、いや、そんなことないです。生じちゃいますので、こちらですね、あの、そういった傷とかある人にはですね、あの、なるべく使用しないでいきましょう。はい、ということで D は誤りなので答えは3番の B と C が正解でした。はい、では次行きましょう。問い29番です。胃腸薬とその有効成分に関する次の記述のうち、誤ってるものを一つ選びなさいということで、誤ってるものですね。はい、誤ってるのは4番が正解と、4番が誤っておりますね。はい、で、ロペラミドは食あたりや水あたりによる下痢にも使用できるよとあるんですけど、そもそも食あたりや水あたりによる下痢というのは、何かこう細菌感染、要は細菌が体の中に入ってしまって悪さをしていくものになりますので、なので、その細菌を殺す殺菌消毒成分が入っていなければなりません。ということで、ロペラミドそのような効果がありませんから、そもそもですね、そういった細菌とかをですね、あの、こう、中に留めてしまいますと増殖しちゃいますから、なので、ロペラミドこれは使うことができませんので、気をつけといてください。はい、ということで、こちらですね、4番が誤ってる内容となりました。では次行きましょう。問い30番です。腸の不調を改善する目的で用いられる漢方処方製剤に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A なんですけど、軽歯科、芍薬等は、抗生生薬に、肝臓を含まないよとあるんですけど、こちら肝臓を含んでくるので、これも難しいですよね。なので、これ、あの、ぜひ肝臓を含まない漢方処方を覚えていただいた方がいいかなと思いますので、あ、だから含まないのはこれとこれとこれとこれだなっていうところで、あ、だから、軽歯科芍薬と、あ、そうだ、あの、それに入ってないから、よし、じゃあ、これ肝臓は含むんだなっていうような形で考えていただくといいかなと思います。はい、ということで、こちら A は誤り、それから B と C は正解、それから D なんですけど、大王ボタンピ糖は胃腸が弱くて下痢しやすい人に適しているよとあるんですけど、大王ボタンピ糖の大王って下剤ですよね。そうなんですよ。なので、胃腸が弱くて下痢しやすい人はさらに下痢しちゃいますから、不向きとなりますので、D は誤り。ということで、答えは3番が正解となりました。はい、ということで、このあたりもですね、特に、漢方生薬少しずつ難しいものも出てきております。なのでちらほらですね、ちょっとこれ考えなくちゃいけないな、難しいなというところも含まれておりますので、ぜひぜひできなかったところはしっかりと、次はできるようにしてあげてください。はい、ということでここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE などに登録していただきますと質問などいろいろお答えしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。